マックス・フェルスタッペンは、サウジアラビアのレースを控え、レッドブルでの将来に不確かさが漂っている。父親の発言が、チーム内の緊張を引き起こし、クリスチャン・ホーナー監督が続けば、チームが、分裂の危険にさらされる可能性が生じている。ジョスの発言は、先週末のバーレーンで、無罪となったホーナーに対するサポートの不足を示唆しており、これが、チーム内の摩擦を加速させた。フェルスタッペン自体は、 この状況に公にコメントしていないが、月曜日に、ソーシャルメディアで、父親の誕生日を祝福したことが報じられている。一方で、ホーナーは、土外での誕生日ディナーに招待されなかったと報じられ、さらなる緊張が伝えられている。さらに、ホーナーが、先週女性従業員に対する違法行為容疑で、無罪になったことも、フェルスタッペンにとっては難しい状況となっている。彼は、これに対して、 無条件の指示を表明しておらず、これが今後のチーム内の関係にどのような影響を与えるかが注目されている。一方で、レース上では、フェルスタッペンは前回のバーレーンでの成功を受け、ジェッダのコースでの勝利を目指している。コースは異なるトラックレイアウトを持ち、高速コーナーが増えていることから、彼はこれを他のチームにとっても助けになる可能性があると述べている。彼は競争相手に差をつけ、 シーーズンのスタートをを強化するることを目指している一方で、メルセデスのルイス・ハミルトンも、サウジアラビアでの勝利に向けて挑戦する。バーレーンでの7位の結果に不満を抱きつつ、高速ジェッダが、新たな状況を生み出すことを期待している。今週末に、ベルギーで開催される地域別自動車ラリーに、参加予定のフェルスタッペンの代理人とチーム経営陣の間で、月曜日に、ドバイで誤解を解くためのミーティングが行われた。 これらの要因が絡み合い、フェルスタッペンの未来やチームの方向性についての注目が高まっている。コメント、フェルスタッペンの離脱は、私が思っているより深刻なようです。勝てるマシンがどうのこうのより、離脱自体がクローズアップされているという感じです。というのも、フェルスタッペンの代理人とチーム経営陣の間で、月曜日に、ドバイで誤解を解くためのミーティングが行われた。というもの。他にも、 ホーナーは、ドバイでの誕生日ディナーに招待されなかった。彼、フェルスタッペンは、これ、ホーナーの無罪に対して、無条件の支持を表明しておらず、それとよすフェルスタッペンのチームは爆発するというコメント。これらを考え合わせると、ホーナーが辞めないと、フェルスタッペンは離脱するということでしょうかとととと話し合っているのも、納得の話でしょう。仮にそうだとしても、ホーナーの辞任を求める裏には、何かあるような気もします。 というのも、メルセデス移籍を行うにしても、2025年度チャンピオンは難しいように思います。チャンピオンシップをかけてまで移籍を行う理由、よほどのことがあると思います。